はい、こんにちは、岩崎正文です。今回は Avid Matrix Studio 用の Thunderbolt 3オプションモジュールというのを買ってみたので、取り付けてテストしてみたいと思います。まずは Matrix Studio の上蓋を外すんですけど、めちゃくちゃね、ビスが多いので、ちょっと早回しで飛ばしてきます。ああ、スライドで開くんだ。中身はね、こんな感じで、半導体の集積体って感じですね。こんな1枚のボードでね、64入出力でマイクプリもついてて、いろんなことができるんで、すごい時代です。で、はめる前になんかね、クリーニングをしてくださいっていう、なんかこんなボード。これでクリーニングしろと。そう、このウェットティッシュ的なやつに、なんかこれをちょんちょんってつけて、端子をこうやってください。じゃあやりましょうか。ただのアルコールティッシュですね。綿棒的な感じ。そんな感じですね。綿棒のさらに細い版、平たい。全然汚れてないね。で、今気づいたけど、先にこの蓋を取んなきゃいけなかったね。ちっちゃい。じゃん。これがThunderbolt 3オプションモジュールの本体です。Thunderbolt 3のね、コネクタが2つ搭載されてます。あ、来た来た来た。うん。ここにネジが入ってるんで、多分これを。まあ、そこはあれだよね、多分。サンダーボルトというか USB-C のこれがいつまで続くかわからんから入れる規格が変わったらまた変えられるよって感じだよね。まあ、USB-C が変わることは当分ないと思う。今までがひどかったからね。まあバラバラでしたからね3年おきぐらいに感じたからね。終わりつきましたね。はい、じゃあ蓋しますか。はい、はい、終わり。じゃあ MacBook につないでやってみましょうか。はい、イエーイ。はい、おはようございますなんですね。あれから1日経っちゃってまして、あの後ちょっといろんなことが発生してテストができなかったので日にち変わっちゃいましたけど、テストしてきます。MacBook Pro とこの Matrix Studio つないで、音がねインアウトチェックして、つながるかどうかですね。じゃまずサンダーボルトケーブルをはめて、ダットマンを起動します。ダットマンというのはマトリックスを、コントロールするためのアプリケーションですね。こんな感じで今ディスコネクトとなっているので、何もデバイスつながってないよと。でサンダーボルトはつながってるんですけど電源が入れてないのでね、ここで電源入れます。いつもね起動に割と時間がかかるんですよね。はい、だいたい15秒から20秒ぐらいいつもかかります。はい、電源がつきました。ランプが光ってます。でそうすると、はい、こんな感じでロックドになりましたね。 IO がロックドになってます。あ、そうそう。でその前にこのダットマンでね、認識するために必要なのがあって、実はちょっと昨日それでゴニョゴニョしたんですけど、これですね DAD のウェブサイトからダウンロードサンダーっていうところからコアオーディオドライバーっていうのをインストールしなきゃいけないです。で僕の場合は Mac なのでこのサンダーコアインストーラー for MacOS っていうのをインストールしました。でこれをインストールしなくて最初 Matrix Studio をね Mac が捕まえてくれなくて全然見つけられなくて時間、無駄にしちゃったんですけど、今回のね説明をね一連全部ブログにも書いてあるんで URL とかも全部貼っておきますんでね、詳しく知りたい人はねブログを見てください。じゃあ、これはすでにもう入っているので一旦テストしてみたいと思います。じゃあまずね音のアウトプットの確認ということで、僕はロジックを使っているのでスタジオ1とプロツールと入ってるんですけど、今ドングルキー何も挿してないので一番お手軽なロジックでと思います。はい、ロジック立ち上がりまして、はい、トーンオシレーターをね今ピンクノイズが出るようにしてます。はいですね。でヘッドホンをつけて。もうすでに聞こえてますね。動画の方には音載ってないと思うんですけどヘッドホンなのでね。一応、ルーティングを確認するとサンダーボルトから DA へのこのルーティングのところロジックの1番2番出してるのを DA のモニターと、それからヘッドホンのモニターのね1番2番にも今送ってます。次インプットをちょっと確認してみます。マイクプリ2ちゃんついてるんで、ここね動かすと聞こえますかね、カチカチって音がします。はい、これでね原因を調整できます。で、1番にこれ挿してるんでワンツーチェックで今1番が触れてますね。ワンツーチェック。はい、でこれをロジックでも見てみましょう。ワンツー、あそっかテストを知れたかさせてた。はい、テストを知れたバイパスにしてワンツーチェック。うん、ちゃんと触れてますね。うん、良さそうですね。こんな感じでインアウトのチェックはできました。インプット数なんですけれども64トラックの入力があります。でアウトプットはステレオアウトプットから63、60まであります。ロジックはこれで 64I 用のインターフェースにつながっているという認識をしています。このマトリックスタジオがマイク入力が2つ、ヘッドアンププリアンプ付きですね。アナログの AD 入力が16チャンネルあって、であと A ダットの入力が16チャンネル分、それからLANケーブルでねダンテが刺さりまして、でこれも64チャンネル分いけるんで、それをね自由にこのダットマンでパッチングして DAW で6チャン取れると。で今ロジックですけども、まあ、プロツールズでも、スタジオ1でもキューベースでもネンドとかでもね何でもコアオーディオドライバーにね対応したオーディオインターフェースとして認識するので、基本的には何でもいけるというふうになっています。まあ、サンダーボルトオプションカード、13万ぐらいでしたけどね、安くはないですけど、まあ、これでこいつがねプロツールズ専用だけとか、ダンテ専用だけじゃなくてサンダーボルトでねコアオーディオドライバーとしてオーディオインターフェースで使えるっていうのはねめちゃめちゃいいと思うんで、まあ安いとは言わないけど、まあ良い買い物だったかなと思います。はい、ということでね、まあ、毎週のようにねコンサートの収録ラッシュが続いている僕のねスタジオフルハウスなんですけれども、ちょっとね今週もそれで乗り切っていきたいなと思います。